アームチャンプスとは、ジャレコが販売した、ゲームセンター向けのアーケードゲーム。筐体に設置された腕を握ることで、腕相撲を行う体感型腕相撲ゲーム。腕力を測定できることから、腕相撲マシンとも呼ばれている。続編、アームチャンプス2についても記載する。プレイヤーは、お金を入れ、対戦相手を選択する。対戦相手はレベルごとに腕力が設定されている。 プレイヤーは、筐体の肘を乗せる台に肘を乗せ、筐体の腕を握り、腕相撲を行う。筐体の腕を押し倒し、3秒間固定させれば、勝利となる。逆に筐体の腕によって、プレイヤーの腕が押し倒され、3秒間固定されれば、負けとなる。なお制限時間中に決着がつかない場合には、引き分けとなる。対戦中は、対戦相手によって、力の強弱や、 モニターに映し出された対戦相手の表情が変化し、臨場感あふれるプレイを楽しむことができる。なおこのゲーム機は、右利き専用であるため、左利きの人も右手でのプレイとなる。以下、機種ごとの特徴を記載する。初代アームチャンプス筐体1988年に、ジャレコより販売される。本作の特徴として、腕相撲中に、プレイヤーの腕力が計測される。 プレイヤーはコインを入れ、次の二つのうちのいずれかのモードを選択する。対戦回数をあらかじめ決定し、対戦相手を自由に選択できる、モード、もしくはトーナメント方式の遊び方の2種類である。前者は、その都度、対戦相手を自由に変更できる。後者は、勝てば1ランク上の対戦相手と、自動的に対戦となる。対戦相手は5名である。 難易度の低い順番に、女性チャンプ、ステップ1、ステップ2、ステップ3、ステップ4である。アームチャンプス2協体1992年に、ジャレコより販売される。前作の反省点から、協体に、プレイヤーの肘が固定されていないと警告機能が、発動し、ゲームの進行が中断するようになった。なお警告を無視し続けると、自動的に反則負けとなる。 またモーター駆動方式を採用し、より対戦相手の力の強弱のバリエーションが増した。プレイヤーはコインを入れ、それぞれレベルごとに選別された9人の対戦相手の中から1人を選択する。その後、勝負を行い勝った場合は1ランク上の対戦相手と自動的に対戦となる。なお最も強いロボアームレスラーを選択した場合、色違いで強さの異なる。 ロボアームレスラーがプレイ回数分登場する。なお、プレイ回数はテンポの設定により異なり、2から4試合のいずれかの設定となっている。対戦相手は9名である。難易度の低い順番に、トリクシー、チャン、アトラス、ターク、デューク、ザロック、ゴライアス、芝山、スペックスである。本作では、無敗でトーナメントが終了した場合には、ボーナスゲームが用意されている。 金色のロボアームレスラーが相手となり、プレイヤーの腕力を計測してくれる。なおハイスコアを出した場合には、ランキングに乗ることができる。なおランキングは上位20名のみで電源を切るとリセットされる。腕力があまりにも高い場合は、測定不能でと表示される。このゲームは腕力を測定するという機能がついており、どうしても無茶をしてしまう者がいて、 その結果、怪我をしてしまうといったことが見受けられた。また、腕力の測定時には、両手を使う、三人がかりで押さえつける、筐体の腕の上に全体重をかけるといった、本来のプレイ方法に反した行為が行われていた。しかし、ここでの測定基準はあくまで、筐体の腕を倒す、際のスピードであり、体重をかけるといった、重さの問題ではないため、ハイスコアが出ることはない。 アームチャンプスでは難易度別にキャラクターを用意し強さを分けているがテンポによって同じキャラクターでも強さが全く違うといった事象が発生しているこのゲームに強さの設定機能はついていないため筐体のメンテナンス状況や使用回数が関係している従って同じ機種であってもテンポによって強さが異なるため楽にロボアームレスラーを倒せる場合もあれば 数人がかりでも倒せない店舗などがある。1990年代には、ほとんどのゲームセンターで見ることができたが、現在ではあまり見ることがない。昔ながらのボーリング場やスパ施設などのゲームコーナー、時間定額制のゲームセンターや、レジャーランドなどで見ることができる。同じ名称のゲームだが、中国で販売されている腕相撲体感ゲーム。日本版。 アームチャンプスとゲームの仕組みは同じだが、関連性はなく全くの別物である。プレイヤーは難易度の異なる対戦キャラクターを選択し、二人に勝てば、プレイヤーの腕力を計測することができる。なお、腕力のスコアが優秀だった場合、筐体についているカメラで、プレイヤーの顔写真を撮影し、記録として残すことができる。黄色と黒の筐体が目印である。 アトラスから2007年に販売された腕相撲体感ゲーム。発売してすぐにプレイヤーの腕を骨折させてしまう事件が3件発生し全国に販売した155台をすぐに自主回収した。セガインタラクティブへアトラスのアーケードマシン事業が移管した現在設置している店舗はない。海外でもアームチャンプスのような腕相撲体感型のアーケードゲームが多数存在する。 中には、左利き用のものも存在する。アームレスリングマシンと呼ばれている。ありがとうございます。